うまいさんの薫風が足りているとはわしにはとても思えんが。ロシ、俺は。その昔、憲法の修行が禁じられた時代があった。しかし人間とは面白い。狼の目が届かぬ様々な場所で修行を集まれた。その一つがこうした船の上、こうして後のように南拳は受け継がれた。なんだと？やめろ。ん？店を脅して金を巻き上げたり、昼から酒を飲んで暴れたり、町の人たちは怖がるばかり。なんて連中だ。おい、待て。こいつですぜ。俺たちの邪魔をしやがる日本人は。一人で乗り込むとはいい度胸だ。